防衛省によりますと、ミサイルは午前3時51分ごろ、北朝鮮北西部から発射されて複数に分離、その一つは沖縄本島と宮古島の間の上空を通過し、太平洋に落下したと推定されています。政府は沖縄県を対象に J アラートを出し、避難を呼びかけましたが、午前4時7分に解除しました。発射を受け、愛知、岐阜、三重のそれぞれの県庁では、危機管理の担当者らが情報収集などの対応に追われました。午前中に各県で危機管理に関する緊急の会議が開かれましたが、3県とも被害の報告はなかったことが確認されました。一方、中部国際空港によりますと、ミサイル発射による運航スケジュールへの影響はないということですが、国内線の出発ロビーでは沖縄や宮古島に向かう乗客から不安の声が聞かれました。スマホの、緊急通知で知りました。沖縄上空を、通過したということで、ちょっと、かなり心配なところはありますけども。今日宮古島行ってきます。やっぱり嫌だよね。今から行こうとしてるのにね。